歓喜の輪で人目をはばからず一人涙する男、森友哉は苦しんでいた。西武といえば自慢の強力打線で2018年19年と2年連続で群雄割拠のパ・リーグを連覇。その中心にいたのがキャッチャーとしては史上4人目となるパ・リーグ MVP 首位打者を獲得した森だ。しかし昨シーズン、自慢のバッティングは影を潜め、チームも一時5位に低迷するほどだった。シーズン中盤の8月、森には今でも忘れられない試合がある。悔しかったです。はい、悔しいの一言ですね。そう語るのは8月の日本ハム戦。チームは5連敗と苦しむ中、辻監督は調子を崩していた森を先発から外し、ルーキー柘植にプロ初のスタメンマスクを任せた。柘植は投手陣を巧みにリード、さらにプロ初スタメンでホームランを放つなど見事起用に応えた。そして西武はリードをしたまま7回、スタメンを外れた正捕手の森に出番が。しかしこれが思わぬ展開に。皮肉にも森が交代後逆転を許す。まあ、信頼してのことで多分かぶらせてもらったんですけど、結果逆転されたっていうのは、やっぱ悔しかったですね。ルーキー柘植が守り抜いたリード、森にとって重い意味を持つ3点を失った。バットでもチームに流れを呼び込めず、森の心は崩壊していた。それでも試合は最終回、兄貴と慕う山川のサヨナラヒットでチームは連敗脱出。苦しいシーズンを送るチームに差したわずかな光。しかし歓喜のチームメイトの中に一人涙を見せる森の姿が。止まらぬ涙、言葉にできない感情が溢れ出す。やっぱり改めてやっぱ負けたくないっていう野球人として、何をするにしてもやっぱり負けたくないなっていう気持ちっていうのはあの試合で、はい、すごい感じましたね。この勝利をきっかけに勢いを取り戻した西武は5位から3位へと浮上し、 A クラスでシーズンを終えた。そして覇権奪還を目指す今シーズン、絶対に負けたくないという思いで人一倍汗を流す森の姿が。オープン戦での打率は全体の4位につけるなど、本来のバッティングが返ってきた森。苦悩の日々を乗り越え、今シーズン全てをぶつける。まあ、キャッチャーとしてもそうですし、打撃もシーズン通して、成績を残すっていうことが大事で、リーグ優勝であったりとか日本一っていうのがついてくれれば一番理想なのかなと思います。